今治港は愛媛県今治市にある港湾。港湾管理者は今治市。港湾法上の重要港湾、高速法上の特定港に指定されている。四国の高輪半島の突端近くやや東に位置し、阪神と九州とを結ぶ瀬戸内海の本航路に接しており、海上交通の要衝として重要な役割を果たしてきた。今治という町そのものが、 古くから港町として栄え、港と共に発展してきた町である。港湾機能の充実は行政の重要課題であり、阪神、九州と結ぶ航路に加え、山陽筋の野芸洋諸島向けのフェリー、高速船の航路を多数用していたが、瀬戸内、島並海道の開通により、島並海道利用に振り変わったことから、国内定期航路は次第に縮小されている。 また、阪神との長距離航路も次第に、赤市海峡大橋経由ルートなどに振り変わったこと、東予港などとの競合により低迷しており、利用は減少しつつある。これら航路は、片原町の地区に位置し、港湾ビルが港の象徴となっている。一方、国際定期コンテナ航路の進行にも力を入れており、富山との定期航路は富田地区に寄港している。今治港は、 1600年、東道高虎が今治の地に城を築造し、その北に港船道町を作ったことに起源を発する。幕末までは一つの小港に過ぎになったが、明治に入り商工業が栄えるにつれて、入港船舶、取扱い貨物量が増加し、港湾拡張が行われた。1927年に重要港湾に指定された。 昭和40年代にカーフェリーが流星し、昭和50年代にかけて、大小のフェリー設備が整備された。港区は、今治、増式、鳥星、富田の4つに分かれ、南へと拡張の歴史である。今治港湾ビル、造船の街、今治をアピールするスクリューのモニュメント1番、古い港区で、旅客船、フェリーターミナルビルがあり、今治港の象徴となっているほか、 船だまり、貨物不当がある。老朽化した港湾ビル建て替えなどの再開発が進められている。2016年には港湾ビルに代わる施設として港交流センターがオープンした。センター内には待合所、発見所のほかレンタサイクルターミナルや多目的ホール、キッチンスタジオなどが整備されているほか民間テナントとして企業、 団体のオフィス、飲食店が入居している。今治地区が手狭になってきたため、1970年に今治地区の南側に整備された地区で貨物埠頭がある。主に土砂や木材、鉄鋼板などを扱っている。総社川を挟んで増式地区の南に整備された地区で貨物埠頭として利用されている。日本食券の工場などが立地している。 富田地区1995年に鳥生地区のさらに南に埋め立てにより整備された一番新しい地区で北側に貨物頭があり一部国際航路も寄港するコンテナ頭として利用されているコンテナ頭には1996年度にガントリークレーンも一機設置されているこの地区は小田ヶ浜に接しているため埋め立てについては自然保護の観点から 反対訴訟が起き、最高裁まで争われた。この地区は、富田海浜プールや日本食券や吉野石膏の工場がある。近くに、商店街、魚市場もあり。連絡交通機関港交流センター前に、瀬戸内運輸のバス乗り場が設置されている。従来は、瀬戸内運輸本社前に停留所が設置されていたが、 今治港の再開発事業により2016年8月1日より現在地に移転となった。ありがとうございます。